ようこそ仮想世界へ。イベント大会の参加登録が混んでて参っちゃった。ちゃんとログインできたみたいね。待った？幼馴染とはいえアバターだから外見違うのによく分かったわね。ここでの名前はクレハよ。よろしくね。もちろん私もすぐに分かったわよ。あんたの雰囲気昔と全く変わらないんだもの。どんな雰囲気かって？人付き合いがめんどくさいとか言っている割にはお人よしな感じかな。突然呼び出したのに初めての VRMMO に来てくれるレベルのだからありがとね。さあ、行くわよ。大会が始まるわ。そういえば、GGO どころか VRMMO は初めてなんでしょ？私がいろいろと教えてあげるね。さすがね。ゲーマーのあんたなら初めてでもいい線行くかもよ。ま、私の方がスキルは断然上だけど。頑張って私のためにお宝ゲットしてね。期待しているわ。うわ、いつきさんだ。あの人も大会に参加するのかな？そんな不思議そうな顔しないでよ。あそこにいる人。もうどこに注目してんのよ。まあ確かにかっこいいし、ファンの子も結構いるみたいだけど。あの人は、GGO トッププレイヤーの一人、いつきさん。彼が率いるスコードロン、アルファルドは強くて有名よ。スコードロンって、いわゆるギルドみたいなものね。いや、君たちも大会に参加するの？はい。
クレハ君だよね。噂は聞いているよ。え？あちこちのスコードローンを渡り歩いているんだろう。クレバーな戦況分析が頼りになるって評判いいよね。あ、ありがとうございます。そこの君は初期装備みたいだけど、もしかしてニュービー？私の幼馴染なんです。ゲームはめちゃくちゃうまいけど、 GGO にログインしたのは今日が初めてだから。初日から大会に参加するなんて冒険好きだね。そういうの嫌いじゃないな。はじめまして、僕は樹。銃の戦いはレベルやステータスだけが強さではない。面白い戦いを期待しているよ。ではおさ、樹さんはすごいけど、私だってもう少しでトップ入りの腕前なんだから、そう簡単に負けないわ。準備はいい？ OK ならそこの転送ゲートに入って、大会の会場となるダンジョンに転送されるわ。一応戦闘の基本を教えておくわね。大丈夫、あんただったらすぐに慣れるわよ。せっかくだしダッシュやジャンプも試してみて。リアルよりずっと体が軽くてびっくりするから。あ、そうそう、視線に違和感がないか周囲を見渡してみて。もし違和感があったらオプションで設定を変更ね。ここで待ってるからゆっくり調整してていいわよ。うまいうまい、行くわよ。当てる。武器の収納と切り替えは基本中の基本。じゃあ何回か練習してみて。平気だな。やるじゃない。ちょうどいいところにエネミーがいるわね。とりあえず実戦ね。倒してみて。手を貸してほしい。いいぞ。すごいすごい、やるじゃん。すごい、俺たちの勝ちだ。このボックスはバレットボックス。ここで弾薬を補給できるから覚えておいてね。いい感じね。GGO の特徴的なシステムの一つにバレットラインっていうものがあるんだけど、これは俺たちの勝ちだ。トレジャーボックスだ。トレジャーボックスって。それじゃあ階段を上がって先に進みましょう。パーティーメンバー全員がやられちゃったらゲームオーバーだから、やられる前にやってやるのが基本。あのプレイヤーとは戦闘になりそう。プレイヤーはエネミーと違って強敵だから気をつけてね。あんたの武器だと走りながら撃つのがおすすめかな。相手の弾が当たりづらくなるから走ることはかなり重要よ。
あの扉、いかにもって感じよね。せっかくだし、開けてみたらどう？ダンジョン内にはいろんなギミックやトラップがあるからよく。私が教えられるのはこれくらいかな。GGO の基本的な戦闘は大体分かったでしょ。あとは実戦で自分に合ったスタイルを見つけていけばいいわ。さあこれからはあちこち探索してレアアイテムを手に入れるわよ。あれ君たちは隙を見て逃げるわよ。いつきさんの仲間なら相当手だれのはず。こちらが振りすぎるわ。もしかして逃げる相談をしてる？正しい判断だとは思うけど、背中向けたら撃っちゃうよ。フレハ君はともかく、ニュービーの君は一発で死ぬんじゃないかな。正解と言いたいところだけど、結果が決まっている勝負ほどつまらないものはない。君たちも警戒が足りないよ。どうせなら待ち伏せの一つでも仕掛けてくれればよかったのに。実に退屈極まりない。だから見逃すとでも言うんですか？まさか。ここは GGO で今は戦いの時だよ。そうだな、僕に殺されるのとあっちのエネミーに殺されるの、どっちがいい？この奥に少し面倒くさそうなエネミーが配置されている。もしかしたらトラップが仕掛けられているかもしれない。だけどあれを倒さないと先に進めなさそうなんだ。もちろん倒してくれたらお礼に見逃してあげるよ。どうする？悔しいけど今の私たちじゃ美月さんには勝てないわ。いいね、冷静な判断だ。分かったわ。いつきさん、私たちはエネミーと戦います。エネミーを倒した後は。分かってる。僕は嘘はつくけど約束は破らない主義なんだ。君たちに銃を向けはしない。おとなしく観戦させてもらうよ。平気だな。ヘルセンサー手を貸してほしい。やるじゃない。なんとか勝てたわね。いつきさん、これで文句はないでしょ。ああ、約束は守るよ。この先道が2つに分かれているから、まず五木さんたちが先に進んでください。私たちは別の道を選びますから。実は僕くじ運が全くなくてね。この前も無冠の女王にレアアイテムを持っていかれたばかりなんだ。だから君たちが先に選ぶといい。大丈夫、後ろから撃ったりしないから。分かりました。あんたが好きな方を選んでいいわ。
右か。じゃあ左にスマット。レベルアップ。うんうん、やるじゃない。さっきはなんとかうまくいってよかったわ。いつきさんは人気者だけど、やっぱり GGO のプレイヤーね。みんな戦闘となると容赦ないから気をつけないと。今回の目的はレアアイテム狙いなんだから、強敵との戦いはなるべく避けるわよ。ほら見て、大体こういう装置を操作すると何かしら先に進めたりするのよ。こんな風に。あれ？落ち着いて、ワープゲートよ。すぐに追いかけるから動かないで。プレイヤー認証、マスター登録開始。ユーザー名、登録完了。